経済的自由時間的自由精神的自由の入り口ということになりたい自分になり人生を思い通りにするセミナーということで始めていきたいと思いますが今回はその第3回目、えーね、3回目面白いですよこれまでね自分の人生が一体なぜどうなってきたのかっていうのをいろんな問題を出してね、えー、と検証してまいりましたが。 ありがとうございますあ。ありがとうございます。ね、今日の問題、この一発目の問題ね、最初にいた人しか、ね、できないんでね、ぜひ楽しんでみてください。はい。天皇陛下は現在何代目ですかええー、何ですかこの問題、簡単すぎますよ。いや、知ってますよってね、知ってる方、ちょっと手挙げてみてください。ありがとうございます。まあね、これ知らなくてもいいです。ちなみにね、あのこれ126代目なんですけれどもね、後期2682年とかってね、言われてるんですけど、まあ、あの西暦に660年を足す後期になるっていう。 でまあ、そこで神武天皇、初代神武天皇が即位したという話なんですけどねあの、まあ、西暦は天皇陛下じゃなくて、あのキリストがあの生まれた日というふうになっていると思います。それが西暦1年だとということですねであの日本はまあそれよりも長い歴史がありますよということなのか、まあ、最初の頃はねは、まあ、ある程度は曖昧みたいなんですけども。 あの2006後期2600年ちょうどその時がゼロゼロってことでゼロ戦っていうことで1940年なんですかねいやいう660足すから、まあ、1900、えーまあ、ちょっとね分か,分かんないですけどその40年だったと思いますあのそ,その日があのにできたからゼロ式戦闘機ってことでゼロ戦ってなったんですけどね今日はねこれ何代目ですかっていうことを聞きたいんじゃないんですよねこれがこれが聞きたい 歴代天皇陛下を全て言えますかって、ね、神武天皇から始まって近城天皇までねいや言えませんとねあのじゃあなんでこんな問題出してるんですかこれね言えても言えなくてもいいんですこれは何が言いたいのかっていうと自分の脳の使い方がアップデートされれるとね普通こんなん言えませんよねでもいろんなことができるようになっちゃうっていうのが自分の脳を使う自分の脳の使い方がアップデートできるって話なんです。 ちなみにね、これ、あのうちの子どもたちは、まあ、今、小学校4年生から幼稚園までいるんですけれども、その幼稚園の一番下の子も全部言えます。これはね、その脳の使い方を教えたからなんですね、あ,ありがとうございます。その脳の使い方を教えたから、これがそうですね、覚えるのに、私はね、結構昔から普通に今までよりの皆さんが普通にやってるような覚え方で覚えてきたんで。 まああそうですねあのずっと集中してこれだけやってたわけじゃないんであのたまにバイクとか車とかに乗ってる時にふんふんふんとか言ってこう聞きながら覚えたんですけどはっきり言います4,5年かかりました <laughs> その時覚えた時はで,す、ね、でも子どもたちにこのやり方を教えてからあの覚えてもらったらえなんとなんとですよ1ヶ月かからなかったですね。まあ、その ジム天皇からね、まあ、軽く言うと、ジム、ね、<合>水前安内特攻、小公安、高齢、公言解決、水,に水に人結構、政務調お辞儀に飛び立ち、犯罪、隠居、諦め、別、嫁出、水、序明、こと再命、天地、公務、天地等、無限名、無限、小小公権、住民、消毒、公認、勘、平然、佐賀、二名、門得、清和、横尾、浦田、五三郎、丸君、霊有価財一条三条、五条、五三条、五三条、白川堀川、二条、六条、高官と、伯、伯、伯、小松 小五五五五月三かとこ柏原奈良尾木町五葉泉五水のお小五五五五五五三山中三かと桜町桃園桜町五文蔵国公明明寺大正昭和緊張って、ね、あのなってるんですけれども、ま、これを子どもたちはなんとあのね,、まあ、ね一番早い子はね、えー、まあ1週間くらいでしたかねなんか覚えちゃったんですよこれねあの、まあ、結構聞いてるとジム水前あんねんとこってのあの出てくるんで お親父が毎日言ってるのを聞いてもちろん紙も渡したんですけどねあのこれがか書いてある、ま、全部ひらがなが振ってあるようなこれね普通覚えられないでしょでも幼稚園の子でもできたこれはねその脳の使い方とあとは報酬、ね、要は喜びに変わららなないいことって人間やらないんですよじゃあどうやって子どもたちねその幼稚園とかその小学校の子どもたちにそれねこれを覚えるってただ単に覚えたらこれ苦行じゃないですか これが喜びにちょっとね今日はそこまで話に、うん、持っていけるかどうか分かんないですけど学習の基本はこの2つなんです。でも残念ながら今の日本の学校ではこの1つしかやってない。それは何かっていうと学習っていうのはねあの覚える脳に入れる、ね、そのいわゆる学習勉強っていうところですね。それしかやってない。でも学習のもう一個の要素はエンターテイメントだ。 つまりエンターテインメントと、エンターテインメントって楽しいですよね。まあ、アトラクティブ、要は興味を引きつけるってことです。アトラクティブ、英語の語源は興味を引きつけるってことです。でそれを相手を、ね、楽しませる。それがエンターテインメントですね。そのエンターテインメントと勉強、勉強とは一って何ですか辛いことだというふうにみんな記憶してるんですね。なぜならば、ムチを叩かれて。 ね、やらさせられたからね、あ実際にムチを叩かれた人はいないと思いますけど、それに相当するような、まあ、要は苦行を味わってきたんです。勉強とは一体何か、はっきり言います、勉強とは自分を強くすることです。ね、自分、強くなければ優しくできないっていう言葉がありますよね、強くなければ優しくできない、それともですよね、自分が虐げられて、うへーうへーって言ってる人、人優しくできますか、ね 自分が強いから、うん、こんなことは大したことない私は愛,愛をもらう人ではなく愛を与える人だっていうそんな気概が生まれてくるから優しくできるわけですよね。そうですつまり勉強とは自分を強くすることなんですそれは何かを覚えるわけじゃなくていろんなことを吸収して ああ大丈夫だこれも大丈夫だ何でも大丈夫だ人から責められても大丈夫だ人からぎられた投げても自分は犯された気は全然しない自分は大丈夫ならだ自分は安全なんだこういう気持ちになっていくプロセスが実は勉強なんです。そうですで勉強した結果未来の予測正解率が上がる、ね、科学もやればねあの方程式をしていったら未来の予測正解率が上がるんですよそしたらあの自分の,、えー、その未来予測正解率が上がるのであこういう時はこうなるんだな あこ,うこ,れこうなったら、自分こう言ったら相手はこういう反応するなっていう、それ全部未来の予測、正解率ですね。それがトータルで上がっていくこと、これが自分を強くすること、すなわち勉強です。だから勉強はいいことであり、楽しいことであり、自分の成長そのものなんです。自分の成長嫌いな人いますかいないですよね。自分成長したいですよね。そうなんです。じゃあ、この勉強法、もう1回言います。学習とエンターテイメントなんです。この学習しかないからつらい。 眠たい、自分を無視しろって、やれやれや,やれやんないと大変だぞっ,つって勉強してきたんですよ。だから勉強嫌いになっちゃった。だから自分の成長が弱まってしまった。ね、だから自分の成長が弱まってしまった。これは悲しいことですね。ねあのーまあ、最初から、ね、いた人はこの最初の質問を、ねえー、聞けたんでいいんですけど、ここで言いたいのは、自由な自分になってくださいってうことです,そうです。勉強すれば自由な自分になるんです。なぜならば自分が強くなり、優しさを与え、 何が起こっても気にしない、もっと言うと、もっと言うとですよ、何が起こってもありがたい自分になるわけです。そんなことできるかってね、まあ、例えばもう極論言いますよ、目の前で自分の子供がが、ね、知らない人に、ね、殺されて、ありがたいなって言えますか言えないですよと、ね。そこをなぜ 神様はこういう現実というかこの,世このような状態を私に与えてくれたんだろう、これはありがたい。ありがたいというのはね語源はめったにないということですかね。ありがたい。がたいというのは難しいということです。あることが難しい、つまりめったに起きないことが起きた、これはありがたいというわけです。そうです私たちが生まれて今この世の中で息を吸っているということがありがたいんです。証明しますよ。匹、はい、の、ね、精子が <laughs> 何億回のあれでね、ほとんど捨てられてきました、ほとんど、ね、あのその目的地に向かう道にも乗れずにトイレに流れていきました、はい、それね、あの人によって違うかもしれませんけどね、いやいや、私のはすべて目的地に向かって発射されたんですけどっていう人もいるかもしれませんけどね、もうその数たるや、はい、はっきり言います、宝くじに3回連続で当たった確率です。えーってね、あの実際そうですよ、そのくらいの確率で、えー、私たちは生まれてきたんです他のね、あのね、がはが入り込んでたら、今のは自分じゃないですからね。うん そのくらいありがたいことが起きて、目の前で残殺されようが何しようが、これはもうありがたいことなんです。それを受け取って、なるほど、これは一体私に何を感じろというふうに神様は私を動かしてくれたんですか、ね、私にどういうふうに動けと、このように影響を与えと、いう,ふうに神様はこのストーリー、人生をお与えになったんですか別に神様はいなくてもいいんです。これ考え方です。本当に神様がいるかどうかどうでもいいんですよ。そういうふうに考えると、すべてがありがたいし、すべてが自分の。 願ったにちょっとね、あのまあまあ、そこあの直結しないかもしれませんけれども、まあ、これはちょっと学びが、ね、進んでいけば、またあの理解できるところも出てくると思いますの、ね、で、これの話は、ね、このくらいにしておいて、要は勉強、自分を強くする、そのためにはエンターテインメントと学習、そうするとね、1日10%くらいずつしか成長していかない人と、まあ、1日10%も成長してるのはすごいですよ、ね、1日90%くらいで成長してる人がいたら、これ、どっちがね、いや、1日だったらちょっとしか変わりませんよ。 これが10年間続いた後に同じ人間になってますかなってないです。そうなんですどのくらい学習速度が、日々の学習速度が速いのか、自分を勉強してるのか、ね、努めて強くする、これが勉強ですよ。全く違う人間になります。全く違う人間になっている人となっていない人で、どっちがなりたい自分になっていますかそうです強くなり続けた、ね、強いという表現がどうかは、さておきね、あの自分がの願いが叶う確率が高いようにするということです。 はいその、このやつは私の,あの無料動画の中でも語っているところがありますんであので気になる方はね鬼まわしチャンネルの方で見てくださいさてさっきからさんざんね自分自分っていう言葉をね言ってきましたでもねこの自分って一体何なのかっていうのをまず知っていなければはっきり言います <laughs> 無駄な努力を大量にしている可能性があります、まあ、要は、我 思うようよに我々で自分を知って、ね、孫子の兵法でもありますよね。己を知り、えー、敵をあの相手を知れば百戦を危うからず。まず己を知る、己って何ですか自分って何ですかと。ちなみにね、先に言いますと、己、我と自分っていうのは違うんです。えー、へーわけわかんねえって、ここを違うっていうふうに認識すると、どんなメリットが生まれるのか。 このメリットが大きいんですそれが分かんないと自分じゃないものとか我じゃないものをどうこうしようとして要はあのこの世との対応が取りにくくなるんですね。つまりこの世の正確なモデルを持ってる人と持ってない人どっちが成長が早いんですかってねその正確なモデルを持ってた方ですよ。ということで今日はねこの自分とは一体何なのかっていう話をしていきたいんですけれどもまあねちょっと次の説明に入る前にちょっとね、まあ、の説明っていうかね例を出します。 はいねこれよくあの私は話をするんですけれども、はいこの体、これこここねこのこれはあのここに転がってるこの物体、ねこの手とか足とかねまあ、顔とか体とかも、まあ、自分もうね脳みそとかありますよ。そのそれって自分ですか、えー、自分ですよってね思いませんかねあ,ありがとうございます。あありがとうございますのー <laughs> ね、大体の方これ、これが自分ですって思ってるわけです。じゃあ、聞きますよ。これが自分です。ああ、わかりました。じゃあ、ここに、ね、手があります。この手、自分ですかおお、そうですよ。これは自分ですよ。ね、だって、思い通り動くしみたいな。ああじゃあ、分かりました。じゃあ、ここの爪、これ自分ですかこれもその自分ですとん。じゃあ、じゃあ、聞きますよ。なんか爪切り持ってきて、パチンって切って、ここに転がってる、その爪の塊、これは自分ですか いやーねここでねねだいいたあの反応が分かります。<laughs> これが自分だと言い張る人もいますしいやいやあの、それ切れちゃったんで自分じゃないんですと。えー、じゃあ、これが自分だったらその履いてる靴下、それは自分,ですうん自分じゃないような気がすると脱、ね、着可能ですしでも、あなたと一緒に動いてますよ、確かにね。でこうやってね突き詰めていくと何が自分かっていうのはね結構ね曖昧だからここを明確にもっとしていきますよ。はい この腕自自分ですかもう自分でですすかかもうとはいわりましたね,ね大きななたを持ってきてバーンと切ってボドッと落ちたとあれねそ,そしたらちょっとねあの動かないんだけどこうね切った瞬間ピク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 って動いてるかもしれないです。ね、動いてるから自分かなと思ったらねあの動け動けって言っても動かないわけですよね。そりゃそうですね。切れてるんですから。でこっからドバーって血が出るんですけど、まあ、うまいこと止血できたとしてあのこの手は自分ですかと聞きました。 いやー自分だったんですけど自分じゃないような気がするけどやっぱ自分ですとあの大切なんでね持って帰ってね今からくっつけてもらいますっていうと思うんですけれどもはいじゃなんでさっきくっついてた時は自分だと思ったのに切れたら自分じゃないんですかそうやってねどん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 切っていくとどこまで切ったら自分なのか髪の毛は自分なのか、ね、髪の毛いっぱい切ってねあのそねに転がってねあのこはかれて捨てられていきますけどあれ自分ですけどいや切られたら自分じゃないような気がすると。 でそれが焼かれいや、ね、それでもね、それが自分だって言い張る方もたまにいらっしゃるんで、まあ、いいんですよ、それあの自分が何を自分だと思ってるかの話なんで、何でもいいんです。で、あのそれあの、ねあの、ゴミ箱に捨てられて、焼却場で焼いて、それが空気中の二酸化炭素とかね、なんかで漂って、ああ、ここにも自分がいるんだなってね、なんかそんな感じですけれども、最終的にね、やっぱ脳みそが自分だってね、そうやって聞くと答える人が言うわけですよ。だって、ねあの、目がなくなってもそれあれだし、あの で脳みそがぐちゃぐちゃになったら記憶も変わっちゃうしやっぱ自分じゃないんじゃないかなってねじゃあ脳みそが自分なんですかとじゃあ聞きますよ赤ちゃんの時に生まれたばっかりのあなたの脳みそに入ってる記憶今と全然違いますよねあれは自分なんですかいやいや <laughs> じゃあ赤ちゃんの時は自分じゃなかったんですねいやー困っちゃいますねはい、まあ、赤ちゃんじゃなくてもいいですじゃあもっと言いますよ昨日のあなた あれは自分じゃなかったんですかだって脳の中の、ね、記憶が変わってますよ。たぶん私の,この話聞いた後と前とでね、変わってるじゃないですか。同じなんですかと。いや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 、あのー、じゃあ、こうやってね、突き詰めていくとい、自分とは一体何なんだっていうことになるわけですよ。だって、この体はさっき自分だったような気がするけど、切れたら自分じゃないような気がするし。 その線引きは何ですかまあね、これね、あの普通だったら、問答を繰り返したのね、延々と考えてもらうんですね。なぜならば、自分で考えたこと以外、身につかないので、自分でそこにたどり着いたこと以外ね、聞いてもね、ふーんとか言ってね、あのー、結局、また次の日になって忘れてるんですよ。まあでもね、あのここではもういけない答え言います。この全てに共通する一つの線引き、つまり定義は、自分の影響力が及んだ範囲。 のこことととを自分だと思ってるっててるなんです、ね、まあその証拠にっていうわけではないですけどちなみに赤ちゃん生まれてね1年くらい経つと目の前でお世話をしてくれるお母さんがあの、ね、聞いたことはないんで分かんないんですけど、まあ、1, 1歳ぐらいだと言われてるんですね。それまではそののお母さんんことと自自分自身だと思ってるでですねでもある日突然あこれは自分じゃないって思う日が来るんですよ。 だって思った通りに動かないし、なんか聞いたら反応するし、どうやらその声を出したのは自分だけど、それに対して何って返してくれたその存在は自分じゃないな。つまり自分の影響、自分の思った通りにならない度合いが一定を超えたってことなんですね。たことに気づいた脳みそになった。これを専門用語では分離と言います、分離。つまり、すべてが自分であり、 あのその状態から分離されて、まず母親と自分が違うものなんだというのを認識して、私とあなたがこの世の中に生まれるんですね、まあ、これ、赤ちゃんの大体いい1歳のちょっと手前くらいだと言われてますけれども、あのそれ、分離。 でそして最後はねワンネスとか言ってあのもう全ての存在は一体である私であるみたいなその神様の領域に行くっていうまた成長を遂げるまあだから最初統合されてワンネスなのに一回分離されてからそこから苦悩の人生を歩んで歩んで歩んで最後は、えー、自分の妻も自分自身とかねこの大切なビジネスパートナーも自分自身とかねあんま一番最初に感じるのは自分の子供が自分自身って思えるようなね感じになるのがあの自分以外の他者つまり一回分離された世界を もう一度誰か、誰かの人生を自分自身だと思えるのが、まあ、自分の子供が一番可能性が高いんですね。まあ、そうなってない人もいますよでそ。自分の子供が自分自身だと思ってから、次に、まあ、おるパートナーが自分自身だと思えるようになって、そこからね、ワンネスの第1本目、第2本目なんですよ。で、ワンネスになると最終的に、そうです、今この Zoom の目の前にいるあなたも私も同じ人間。 でもそれ人間としては同じだって分かるんだけど違うんです。全く同じ魂だということに気づくんです。えー、何言ってんのか分かんない気持ち悪いこといらっしゃってね、今そう思った方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、そういうねスピリチュアル的なところは置いといて、えー、と脳の中で一体何が起こってるのかっていう話をねあのしていきたいと思いますけど、じゃあちょっと自分の話に戻りましょう。自分とは一体何なんですかそうです。自分の影響の及ぶ範囲のことを自分って言ってるんですね。これね、字を見てください、字を。 自分の分って何ですかこれ親分とか子分の分なんですよ。分け前ってことですよね。あのつまり自らの分、分って何ですかそうです。自分の権利が及んだり、自分の思い通りになるところを自分って呼んでるんです。昔の人、頭いいって今思いませんでしたねえ、自ら、ね、我っていうのはその自,自,自我の、ね、精神のことですあの。もうはっきり言います。自ら、我、己、自己。これは いわゆる自分のの意識のことですつまりあの脳の中に流れている電流とそこからあの得られるこの実感クオリアのことですねクオリアっていうのは何かを感じたってことですつまりあの紫色の色のイメージっていうのはどんなに伝えようと思っても相手にそのイメージは伝えられないんですね例えばおい、まあ、あしいというかっていうのもそうですよねそのおいしいと感じた自分の脳の中に溢れ出すその感覚とか例えば痛いっていうあの感覚とかあれって 本当に起こってるのかどうかって分かんないですよ。脳の中にここに電流が流れたらそういう感覚が生まれてるんですというのは分かったとしても、これを突き詰めていくと分かります。この細胞とこの細胞に同時に電気が流れたときに痛いというのを感じてるんだなというのが、最終的にはあのメカニズムとして分かります。ありがとうございます。分かるんですけれども、じゃあなぜそこに電流が流れたら、脳の中に電流が流れたらそう感じてるんだっていう、その感じてる実感のことをクオリアっていうんですね。そのクオリアと 脳であるその物理の世界ね、物体の世界とクオリア、もったいであるその世界との結びつけるのは、これ、まあ、今のところね、永遠に不可能だと言われてるんです。これはあたかも、我々人間が作ったコンピューターの中で動いてるソフトウェア、ソフトウェアの中で、なんか人間とかなんか意識とかプログラムが動いてる、そのプログラム自身がそのソフトウェアのせハードウェアの世界を認識することが絶対にできないっていうのと同じ意味ですよね。 そういう意味においてそのクオリアと、えーのあのー、実際その脳の中で行われているその電気信号の流れによる、えー、何かの処理というのが結びつかない。これを、ね、クオリア問題というんですけどそれはもう、まあ、の難しいので、まあ、の脳科学の茂、ね、木健一郎先生とかやっていらっしゃいますけれどもここではあの議論しません。私はこれは分かっても分からなくてもいい問題だというふうに今は置いておきます。でそうやってと。あの事故事故 っていうのはその自分の意識のことですねその自己と自分を分けて考える自分とは何なのかそうです私の影響力が及ぶ範囲ですここまで説明してこの図を見てくださいはい正規分布うわぁいきなりわかんない大丈夫ですわかんなくていいです <laughs> あのね正規分布ってね要はこんなような感じのあのこの あのベル状のなんか帽子みたいな形がありますけれども、これがの要は偏差値みたいなやつですよね、偏差値50ってやつが一番人間が多いところにいて、のの100点に近いとか、偏差値70かあのまか、これが無限くらいサンプルがあると、無限遠まででのの確率があるわけですよだからすごいいい人もいるし、すごい悪い人もいる。ですごいいい人の確率は低いし、すごい悪い人の確率も低いけど、その平均値のところにはいっぱい人がいるっていう、これが正規分布ですよね。 この正規文法の図を思い浮かべてくださいで。思い浮かべてもらって、そこの一番高いところ、ここが100%だと思ってください。ここですね、ここが100%くらいあの。つまり、自分というのはどこかに明確な線が引かれるものではなく、自分の,自,分の自由が100%及ぶところっていうのは一体どこですか、まあ、自分じゃない、事故の。自己の あの影響が100%を及ぶのは自己の選択のところだけ、つまり脳の中だけですね、自分、自己が選択できる、つまり100%の影響度を持っているところが自分の選択できるところ、でもこの体とかはかなり99.9%、まあ、くらいは自分の思い通りに、事故の,の思い通りになっている、でも切れたら思い通りにならないとか。 あの指をこう例えば耳をねピクピク動かせる人がい,るいますけれどもあれ動かせって言ってもね動きにくいじゃないですかつまり思い通りにならないわけですよ、ね、おかしいなこれ思い通りになるはずなんだけどなってねピクピク動かせる人もいるけどいないそれとかあのピアノを弾こうと思ってもピアノを思い通り弾けないじゃないですかうわ動け動けとか言って動かないけど、まあ、だから100%思い通りになってるわけじゃないんですよねつまりここでいうところの自分あの自らに 非常に近しいんだけど100%じゃない、この正義部分がちょっと下がった自分、そしてどん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 自分から遠ざかっていけばいくほど、例えばアフリカにいる1回も会ったことない人っていうのはもうほとんど影響が及ぼしてないので、自分じゃないような気がするわけです。それどころか、あの人によっては目の前にいる配偶者ですら自分じゃないような気がするわけです。でもね、これがずっと対話を繰り返して同じような気持ちになって、ね、だん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 2人で。 まあ、僕は君だよ、君は僕だよ、僕が君の、えー、苦労を少しでも和らげるんだよって言って、もういつでもねお皿洗ったりね、まあ、その小さなことでもいいんですよ、あのいやなんでお皿洗ってんのそれは君,、ね、君と僕は一心同体なんだから、君が楽になることは僕が嬉しいし、まああの、君がどう思ってるのかは分からないところもあるけど、君もおそらくそう思ってるんだろうから、君がいろいろやってくれてるんだよね、みたいなことを言ってたら、それはだん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 どうですか、自分の影響の度合いは。 じゃあちょっと今お風呂にお風呂のスイッチ入れてほしいなと思ったらすぐに押してあったりしたらあのもう自分の思い通りになってるわけです。すでにここの正規分布でいうところの自分の影響の度合いが上がってきてるわけですね。なんで人間がお金を欲しがるのか一言で言います。全く関係ない人や自分の周りのをそのお金によって自分の思い通りにできる確率が高まるわけですね。つまりここの正規分布でいうところの自分に近いところ。 この正規分布でいうと、この自分に近いところの範囲が広がるわけです。お金が100万円しかない人と一億円ある人では、この自分の影響が及ぶ範囲が広がるんですね。つまり自分を拡張できるわけです。自らの分を拡張できるからお金がありがたいし、信用もそうですね。信用がある人の方が、あ、紗和さんがそう言うんだったらって,って勝手にやってくれるわけですよ。ね。だから 信用とかお金とかがこの自らの範囲つまり自分自らの影響の範囲を広げられるねだからなんで赤ちゃんが目の前にいるお母さんのことを自分だと思ってたかというとあのべ、えー 泣くとね、ああ今は暑いのねとかあ、今はおっぱい欲しいのねとかね、あ今はあのこうやって揺らして欲しいのねとかってこう分かってやってくれるから、うわ、その通りだって、またね、自分が望んだような状態がこう来るわけですよ。つまり自分の思い通りになってるし、その違いが分かりにくいわけですね、まだ脳が整理されてないので。で、母親は自分だと思ってたんだけど、ある程度整理されてくると、どうやら全然思い通りになっていないらしい、むしろ他人らしいということに気づいて、 ね、なるけど最終的に人類のゴールはどこですか、まあ、はっきり言います、ワンネスです。すべての人間が自分の自分だと。自分って、ね、今の定義から言うと、この,この,あの正規分布が延々と広がって100%になった状態、これが最高に豊かな状態です。で、そう考えると何が起こっても自分のせいなんですね。だからあの妻、配偶者が。 あの全然自分の意図と違うことをやったのはなんでですか、それは自分のせいです、自分がこれまでに与えてきたものの影響で動いているので、そうなんです、じゃあ自分の従業員が、自分の社長が自分の思い通りに動かない。 理由は何ですかそれはあの違った脳みそを違った場所に生まれたからゆえに違う時期場所に生まれたかゆえに違う遺伝子を持ってるがゆえに違う経験をして違う考え方を手に入れた脳をに支配されてる人間だからですよねでもそれがどん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 あっていけばこの自分の範囲が広がっていくわけですそうです自分の範囲自分の定義と自由の定義っていうのは実は同じなんですはいじゃあ自由の定義が出てきました自由の定義とは一体何ですかそれはねもう 普通はここであの結構考えていただくんですけれども、自分の定義っていうのは、あのあじゃあ自由の定義っていうのは、はっきり言います。えー、意味わかんねえってねあの、じゃあ、例えばねあの、やりたくないことをさせられたとします。ね、あ例えばあの、ここにある土、土のの袋、すごい重いやつをここに100個あります。これをあの100メートル離れたこっちに移動させてくださいと。 ああもうやりたくないけど、もうやんなきゃいけないからやるかっ,つってって、やりました。で、そこでね、誰かが来て聞くんです。これはなんでやってるんですかとえ、なんでやってるのえあの、移動させろって言われたからやってるんです。それは、誰がな、誰がやれって決めたからやってるんですかだから、そのなんか役所の人がね、こういう動かせって言ったからやってるんですよ。という理由になったとき、この人は自由ですか 結局は自分で選んでね、やってるんでその、その人は自分で役所の人が言ったから、それが理由じゃないんです。それに納得して自分でやろうと決めたからやってるんですよね。そうですよね。じゃあ仮に役所の人が言っても俺絶対やんねえって言ってたら、その人やってますかやってないんです。じゃあ絶対やんねえと言ってるにもかかわらず、 強制的に無知とか <laughs>、無知でしばかれて、うわーってやったとします。そしたら、無知でしばかれるよりかは、やった方がいいと、自分が決めたからやったんです。つまり、これは自由なんですね。いやいやいや、無知でしばかれてね、やって、それ自由かっていうと、でもね、結果的には自分で決めてやってるんですよ。じゃ自分で決めてやってない場合っていうのはどういうことかっていうと、なんか、あの、もう。 ここにガチャンって、あのー、なんか機械かなんか取り付けられてその機械がゴリ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 ってものすごい力で <laughs> こう動かせられてうわーってやってたらそれ自由じゃないかもしれないですけどだから投獄されるっていうのは絶対入んねえって言っててもこう首輪につけま,捕まえられてぐわっと引っ張られてその投獄されるわけですねだからここは自由じゃないわけです。でもまあそこの状態に納得して くそーくそーこんなことは絶対おかしいってもう本当にムカつきながらやってるそ,その人は自由じゃないですね自分に理由がなくてやってないんででも強制的にそこにいるだから自由っていうのは自分で決めてやってる状態だから喜んでやってる時もありますしそれ以上のパニッシュメント罰があるからやってる状態もそうですしだからその状態あの、ね、もっと言うと我々のス 究極の自由は、さっき言ったように、自分の選択だけなんです。この話、面白いんでね、一度しておきますけれども、あのユダヤの、ね、収容所にぶち込まれて、た牧師さんの方がいたと、でユダヤの収容所、これ、第二次世界大戦の、ね、ナチスのポーランドにアウシュビッツっていうのがありましたけれども、ね、あそこのアウシュビッツに運び込まれたら、ね、もうそれはもう大変ですよ、ね、もう毎日のようにそのバスとかトラックでこう運ばれてくるわけですね。 人が、そしたら丸裸にされて列に並ばさせられて、その入り口のところにそのあのあ人がいて、その監守がですね、このもうつもううつ何万人もこう並んでるんで、こうこうやってやってくれて、はっ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 ,はっとかってやってるんです。これ何やってるかっていうと、ねその顔を見た瞬間にもう履歴書もなんもう番号もね、なんか夜勤でこ,うこの辺にぐわっと0 0三五四番とかってバーんって夜勤で。 ジューっ,てーってやって、それで裸のまま並ばせられて、なん,はんってやって、ねその人はこうやったらガス室、そっか、あのよ、まあ、要はその体を見て、あ、こいつ使い物になんねえなと。で、こうやったらはん、強制労働、まあ,あの最低限のご飯んで、えー、最低限のパンでねもう死ぬまで痩せ細って働けるくらいの体格だなっていう。で、こうやって、はんってやったら、こいつはあの標準の体型に近そうそうだから、賃貸実験だな。 はい、ガス室、ガス室、ガス室、はい、強制労働、はいガスあの、人体実験、人体実験みたいなね、そうやってほとんどのその何万人も処理されていったわけですで、それで、その牧師さんはね、はんってやられて、あの強制労働じゃなくてあの、人体実験に行ったらしいんですね。 したら人体実験というのはその何万人も体の中を調べることによってその標準的なか人間の体の中がどうなっているのかとか骨を骨折させたときにどのくらいで治るのが平均なのかというのはこう分かるわけですねで。そこに送り込まれたわけですよで。そこでその人は麻酔もなしにいきなり、ね、お腹の中を切られたわけです。えー、マジですか信じられない、そんなことは人間ができるんですかそうなんです。強制的にその、ね、お医者さんたちも まあ好きでやってたのか、まあ要は仕事ですよ、でも何万人もやってるうちにも麻痺していくわけですね。でね、そのドイツの医者が自分の腹を切ろうとしている、で自分も縛りつけられて動,動けない、こいつらマジかと、これは人間か、私は牧師で神に仕えたいけど、神様、この仕打ちは何なんだと、こいつらを死ぬ、死んでも死ぬまで呪ってやるってね、思ってこう切られる。 そのまさしく切られる瞬間に、その牧師さん、こう思ったそうです。待てよと。この人たちを一生恨んで、絶対許せんと思って死んでいくことも、いや、この人たちも家族を人質に取られて、しょうがなく強制的にこの仕事をやっている普通の善良な人たちなんだ。あ、この人たちを許そうと思って死んでいくことも、自分にはできるって傷がついたんですね。その方は。 これは何を意味しているのたとえ自分の命がかかっているという究極の状態においてすらまだなお自分は自分の選択だけはその状態においても自分の選択だけは自由だっていうことに気づいたんですあ、まあ、自分じゃないですね自らの選択については自由だって思ったわけですねこれこそが究極の自由 この自由がこの自分で言うところの完全に自らの管理下に置かれている部分、完全に管理下に置かれているというのは100、100%自分の意識、自,分その自己の思う通りになるのが自分の選択だけだと、あとはそ,のそれによってその手とか足とか、どんどん自分から離れていけば離れていくほど関係性がね、どんどん自らの影響が及ばなくなってくる、そして0%に近づいていく。 これね完全ににゼロにはならならいんですよだってアフリカの1回も会ったことのない人でも今あなたが決めてよっしゃ絶対今からアフリカに行く飛行機が止まってても泳いでいくって決めて本当に行ってそこでいやあなたに会いたかったんだ知らないけどって言ってやったら影響を及びますよねつまり0%じゃないんです。自分がそこに影響を及ばないという及ぼさないという自分の理由によって決定をした結果そういう未来が存在しているってことなんですね。 でこのパーセンテージっていうのは、あの今この瞬間じゃなくても、その未来とか、要は時間の概念を全部消して平均すると、まあ、いろんなものへの影響の度合いが最後出てくる。そしてね、もっと言う、自分が生きているということ、生きてる期間っていうことすら省いて、えーと、その時間で慣らしていくとどうなるんでしょうかね。例えばマザー・テレサ、死んでもまだ影響を与えてますよね。ブッダも与えてます。えっ、ー、とね、キリストなんか、超与えてますよね。 あのアルラーも与えてます,そうです自分が生きているか死んでいるのかっていうのは自分の影響っていうのは関係ないんですね。関係はあります <laughs> も、ね。後の人たちがさらに影響力を高めようと思ったらさらにアルラーの影響力が今後高まっていきますよねあ、まあ。アルラーじゃなくても別にいいですけど何でもあの私の影響力も死し,し,してなお高まっていくかもしれません。そうなんですあの時間の概念すらもも,もはやその長い目で見ると、まあ、仏教的に言えばね。あの ととかそういういこ時間っていうことすらそのワンネスという世界の中では意味のないことなのかもしれません。まあ、と,にとにかくこの正規分布のような形をした自分の影響をあの自,分その自らの影響が及ぶ範囲のことを自分って言ってるんだっていうことに気づくと。 自分がどんどん拡張する、そして自分が拡張するための行動、例えば人間が大体求めてるのは、その貢献とか成長とかお金が欲しいとかね、健康が欲しいとかって、これ全部この自分の領域を拡張するための,あのに必要というか、あの求めてる、その付随的事項なんですね。ちなみに子どもがよくあの、ね、あの長い棒を持ってこうやってなんか遊んでるじゃないですか。 実は猿の実験とかでも、棒を持たせるだけで自分が拡張してるんですよ、こうね、なんか鉛筆を持つじゃないですか、鉛筆をね。鉛筆を持ったら、この鉛筆の分だけこう届く範囲がこう広がるわけですよで。もっと長い棒だと長くなるんですね。で、それで届く餌と届かない餌がある,んあるような実験をしたときに、その脳細胞でその自分の範囲がこう拡張してるというようなことに対応するあの脳細胞っていうのはまあ発見されてるわけですね。 で子供が長い棒を持ちたがるのは自分の範囲が明らかに伸びるからなんですよ。だから届かなかったところとかビシビシとか言ってね、まあそ、それで目とかね、相手の目とか怪我させちゃうと、これやめなさいってね、なりますけど、まあ、多少遊ばせてやってください。うん、あ自分の脳を、ね、拡張させてるんだなって思って。まあ、それだけでも拡張するし、それが大人になったらその棒の代わりに何になるんですかそうです、お金になるんです、これが、ね。お金っていうの、いっぱいあればね、よっしゃ、みんな。 あのこれでやってくれとか言って、うわーとか言って、あの自分の思いがものすごい勢いで叶っていくわけですよ。つまり自分の範囲が拡張された。はい、なぜ私が本日あの、この自分の定義っていう話とか、自由の定義っていう話をしたのかっていうと、自分に理由があれば常に自由、自由の定義とは自分に理由があることなんです。そして、自分の定義とは自らの影響の範囲のことなんです。ここれ同じことなんですよねあの 自分に理由があるからそこに影響が及ぶわけですから。で、そのためにお金とか、この体とかね、あのだからあの子どもの頃って、なんか運動ができた方がモテたり、自分運動できたり、なんかできること多いぜって言った方がながか嬉しい気がするじゃないですか、だからみんな頑張りますよね、競争,競競争したり。あれも自分の範囲拡張してる、拡張するっていうあの本能なわけですよ。 でこれが分かるとでこのこの講義というかこのセミナー自分の思い通りになるっていうセミナーでしたよね,ねだから自分っていうのが一体何なのかっていうのが分かってないとただただこの自己と自分っていうのの区別はつかないまま何でも思い通りにさせようと思うしもうすでにもう あのね、最初にちょっともうね、ここから結論を言いますけれども、目の前のあなたは自分なんです。そうです。生まれた時期と場所と DNA が違うがゆえに、違う経験をしたがゆえに、違う参照枠を持って、その参照枠に違う経験によって形成された脳内の結合が違っているがゆえに、違う、同じことが起こっても違うというふうに電気が流れてしまう脳に基づいて行動している自分自身なんです。まあ、こう、ね この自分っていうのが自らの分ってことで、もう時間の軸をなくしたら、もう自分だと言っていいわけですよ。じゃあこれを簡単に証明しますね。もし私が目が覚め、目があの、ね、寝て,起き,て起きた瞬間に、はい、あなたのベッドで寝ていました。そして気が,気がつけば私があなたの体で、あなたの脳を持って、 あなたの脳の中はどうなってますかそうですね。あなたの記憶が全部入っている脳内結合になってますね。だから同じものを見たら、私、今のこの体による電気の流れ方ではなく、あなたの脳の中にある電気の流れ方で電気が流れていくわけですね。そしたらその電気が流れた通りに思うわけですよ。つまり、この体に宿っている自らだから、自ら、ね、電気信号の流れだから、意識だから、今、 違った記憶に基づいて違う反応を行って違う性格で違う価値観を持っているに過ぎない。でも、ひとたび寝て起きてあなたのところに意識が入ったんだったらあなたのように私もなっている。そしてそれは区別がつかないはずだ。ということは同じ意識が別の脳に電気が流れているだけだ。じゃあ何で別の脳なのか違った場所。 違った DNA に基づいて生まれてきて、まあね、だから親が違うから、別の場所で、別の時間に、えー、時刻に、ね、生まれているから、違った脳にそこまで、ね、形成されてなったわけですよね。小学校の時にその経験をしたから、その脳内構造になってる。中学校の時にその経験をしたから、そういう脳内構造になってる。構造っていうのは、脳内当社の、ね、重みが変わってるってことですよ。それによって電気の流れ方が変わってくるわけです。はい、そういうことを理解すると、どうですか あのね、みんな私なんです。同じ意識だというのが、これがあの真相意識とかでつ、ね、ながってるとかって言ってるのにこう似ているわけなんですけど、私はああいう、ね、あのちょっとスピリチュアルだとか、あのそういうものは、ね、あんまり信用してないんですね。信用してないっていうか、証明できないものはどっちでもいいっていう立場なんです。科学者ですから。でどっっちでもいいってことは どっちでもいいで終わらせないでどういう考え方に基づくとあなたの人生は得になりますか得とは何ですかそれはなりたい自分に近づいていくということなんです。なりたい自分に近づいていく考え方にどっちでもいいことは <laughs> していきましょう。っていうのが非常にリーズナブルな考え方ということに気づいたわけですね。はい。いかがでしたか面白かったですかはい。ということでねあの、せっかくなんでね、今日ねシェア会をちょっとやってみたいと思いますが。 ブレイクアウトルームを作成したらどうなんですかね、これね、じゃあちょっとね、一回作成してみましょうね。はい、それじゃあ皆さん、あのいってらっしゃい。えー、とまず名前の名字のあゆえおじゅんのあに近い人の方からあの簡単にあの話していただいて、えー、とそれでねあの、軽い自己紹介と今の話について、1人30秒ずつシェアしていただけますか。それでは、えー、お願いいたします。いってらっしゃい。 だから、私はこのセミナーの中でこういうことが言いたい。あなたはあなたの思った通りの人生を歩むことができ、そして、まあ、神様、ね、これ神様って別にいなくてもいいんですよ。いなくてもいいんですけど、何かその <laughs> 運命が自分以外のものによってこう、ね、社会とかが動いているわけですよ。その全体を神様、必然とかってね言ったりすると神様は最高最大の人生をあなたに 与えるというか、あなたに最高最大の人生を味合わせるように最高の順番でいろんなイベントを起こしてくださってるんですね。ただ今の自分の価値観ではそれに気づくことができないっていう場合が多いんです。で、じゃあ私はどうなったか。それにあれ、神様は必然的に今この人にこのタイミングで今合わせてくれてるのはなんでなんだろう。それは何か意味があるに違いないっていうふにこう神の書いたシナリオの行間を読むようにしたんですね。 この行間を読むというのは、神様私がわかるのは、本当にもうこれ以外ない、これは必ずわかるだろうという、明らかに書いてあるようなそのシナリオのところしか読めないわけですよ、普通の人とか私とかはね。でもそこに、なぜここで神様は今この人に合わせてくれたんだろうという行間を読むんです。そうすると、おそらくこういう意味があるのではないのか。だとしたら私はそのように振る舞えばいいというふうなことに、 気づいてそれをやると本当にすごいことが起こるわけです。本当にそのようなすごいことが起こるんですね。これね、千葉真一さんと、あのーまあ、知り合ったっていうかね、あのーまあ、向こうからあの、澤さん、澤さんの話と次は聞きたいですって聞かれ言われてあ、じゃあちょっと電話番号交換しましょうよっ,つっていきなり電話番号を、ね、交換して、あのー、千葉真一さん、この間コロナで亡くなっちゃいましたけれども、いや、澤さん、戦国自衛隊3を作りたいんです、一緒にやりましょうって言われて。 で、お友達になって、その後ね、非常に仲良くなったんですね。非常に仲良くなったのは、これ、なぜかっていうと、なぜ、その時にね、すごい悪いことが起きたんです、ね。一見すると悪いこと、でも神様は最高、最大の人生を与えてくださってるんだから、これ、悪いことじゃないはずなんですね。悪いと思ってるのはな、なんでですか、そうです。あなたの価値観がそれをただ悪いと感じてしまう、これまでの経験とか、参照枠ね、それを。 思っているそういう価値観を持っているってだけでそういう価値観じゃないとしたらそれはとてもいいことなんです。一見したらめんどくさくて大変でお金がかかってうわー、社会的信用失墜してというような事柄でさえもすごいいいことだったんですね。それに気づいたから何でこんな悪一見して悪いことを僕に与えてくれたんだろうっていうことを私は千葉さんにしてしまったわけですよ。その千、ね、葉さんにしてしまった時にこれが。 どうやったら最高のプレゼントになるのかなっていうのを思い描いてその通りやったらものすごいもっと仲良くなったんですね。まあ、そんなこともありました。はい。はい、じゃあブレイクアウトルームね終わりましたんでね。はい、おかえりなさい。おかえりなさいませ。おかえりなさいませ。はい、ありがとうございます。それじゃあね、どんなことをシェアしていただいたのか、1人だけちょっとね、シェアを10秒間くらいちょっとね、どんな話があったのかっていうのを教えていただきたいんですけど、はい。 人生はアグレッシブなものがすべての果実を持っていきます。はい、どなたか。はい、人生はアグレッシブなものがすべての果実を持っていきます。はい、じゃあ、じゃあ、伊藤さん、お願いします。ありがとうございます。ミュート解除してください。はい、ありがとうございます。 はい、あの皆さん僕はあの、まあ、自分と他者がこう実は同じなんだワンですっていうところに注目をして感想を述べたんですけど<ー>結構同じようなポイントでもその皆さん感じられたこととか自分の過去の経験が当然違っているのであの話されてたエピソードは違ってすごくそれが面白いなっていうあのまさに電気の流れ方の違いだなっていうことを感じました。<おー> <laughs> ちなみにあの皆さんどんなことをあの言ってたんですかざっくり言うと。 あのもちろん皆さんバラバラなんですけど、僕はあの鴨さんのおっしゃってたあの赤ちゃんがこ自分と他者を区別するためにこう知り合いがなんか鏡をこう近くに置いてったっていうのをその澤さんのあの話自己と他者の認識の話と絡めてお話しされたのが印象的でした。ありがとうございます。あのねこのこういう場であの勇気を持って一番最初に手を挙げるっていうのはあの非常にね勇気がいることですし皆さんへの貢献になるわけです。じゃそういう貢献をしてくださった伊藤さんに大きな拍手をお願いします。 ありがとうございます。はい、いじゃあね。もうシェアもやりましたがね。じゃあ、その先に、ね、進んでいきたいと思います。ありがとうございます。前回はね人生がギザギザになるね。あの話をさせていただきましたがね。なぜあなたがなりたいと願っている。その自分に慣れていないのかっていう、本質的な理由を、えー、見ていきました。ここはね、あのまた前回の動画がね。そのうちアップされると思いますんで。でえー、そちらの方を見ていってください。ということでね。 あの今日はね、この話をもう一回したいと思うんですけど、これね、おさらいになるので、さらっていきます。はい。あなたはこの世における成果が欲しいですね。例えば、その一流政府になりたいだとか、た例えばこの自分の会社の中であの、それなりのポジションを得たいとか、もしくはあの大富豪になりたいとかね、いろんな成果がありますね。で、何を求めているのかはあなた次第です。この成果は何によって支配されてますかあなたの何によってそれが達成されますかはい この成果はあなたの行動によってもっと正確に言うと習慣によって支配されています。支配されるというのはどういう,のどう,いうことかというとそれが一番大きな原因になってその結果が出てくるということですね。つまり行動と習慣を見直してそれがあの正しくなっていれば自動的に必ず成果が出てきます。それが成果が出てこないただその行動と習慣が正しくないもしくはできてないやろうと思ってもできてないということですね。で、大方の場合 大体あなたの考えた通りにあの、こうやったらなるよねっていう、その通りです。でも、じゃあ、なんでそうなってないんですか、そうです、それをやってないからです。みんなね、あのいや、こうやればできるんだけど、それって大変すぎて、無理だよね、無理、できないよね、100億円ないとできないよね、自分はまだあの数千万円しかないよねとかね、そういうふうに思ってるわけです、違うんです。 そう思ってるのは誰ですかそのための行動っていうのは1つじゃないですし、いろんなやり方がありますし、あの無限種類、ね、あるわけですよ、そこにたどり着く道は。ね、富士山の頂上に行くのも、まあ、大体ね、4つか5つのルートですけれどもあの、まあ、別にヘリコプターからパラシュートで行くなんていうのもあるかもしれないですしもう、無限種類あるわけです、そのルートも入れれば。だから、まずは行動と習慣を自分の管理下に置いてくださいと。まあ、自分っていうか、ね自自己の じゃあはいわかりました。じゃあ行動と習慣ができたら、あのー、この世での成果が思い通りになるんですね。その通りです。でも、そあさ行動と習慣が思い通りにならないんです。行動と習慣を支配しているものは何なんですかという質問があったのでそれにお答えいたしました。それはあなたの感情です。まあ、英語だとね、ステートっていうんで状態ですね。 つまり、あなたの状態が高いか低いか、あなたの感情がいい感情か悪い感情かで、あなたの行動が決まってきてしまうんです。えー、関係ないんじゃないの関係あるんですっていう説明を延々としてきたんで、ね、き、まあ、今日は説明しません。あなたの感情が高ければ、あの過去にね例えばあの彼女にあの付き合ってくださいって言っていいですよって言われてうおーってあの爆発するような感情だとしたら、その時何でもできるような感じになってますよね。つまり、これって無理っていうことでも挑戦できるような状態になってますよね。そうなんです 自分の感情を高めることが自分の行動を制御する、つまり支配してるんですね。やり方を知ってても感情が上がらないことはやらないんです。その代表例がダイエット、三日坊主、全部ね、自分に、おい、やらない、大変だぞ、やらない、大変だぞ、自分に無ちを打ってやってる状態、これが努力ですね。努力は続かない、習慣化にならない。なりますか、ねまあ、努力っていうのが、まああのあ、やって当たり前って、ね、いう状態になったら、それ、もう努力してないんですよね。歯磨きするのに努力してますか、ね、毎日やってますよね。 歯磨きをしたら、あのー、なんか自分の気分が下がるんですっていう人は歯磨きやらなくなります。ただね、じゃあ歯磨きしないでくださいって言われたらね、なんか気持ち悪いなってって、やらないと自分の感情が下がるわけですよ。だから勝手にやっちゃうんです。なんかやらないと気持ち悪いなつまり、もうね、これは事実です。<laughs> 感情が もっと時間あったんで、ね、いろんな例を出して、ね、あの説明するんですけど、まあ、今日今日はここメインじゃないんで、もう感情があなたの行動を支配してます。だから感情を上げてください。だからハイレベルなコミュニティに行くと、みんな、何をやってるか、どうやったらいいのかっていうのも分かってるんですよ、みんな。それが出るように、自分の状態、感情をああ高めるようなことをね、いえいえなじーとかってやってます。 でもそれもね一過性なんで、この感情状態を支配しているものの正体を知らない限り、これがまた努力、感情を高めるという努力になってしまうわけですね。で努力はつ続きません。はい、じゃあこの感情を支配しているものは何ですかそれはあなたの思い込みです。あなたの思い込みによって、同じ現象でも感情が上がったり下がったりするわけです。まあここのね説明は前回特にやりましたんで。あの いいですけどじゃあこの感情とか思い込みっていうのは一体何ですかっていうとあなたの記憶のことですそうです過去にこういう経験をしたからっていうことですねじゃあその経験は何によって支配されてたんですかそうですあなたが今どこにいるのかによって支配されてるわけですその時どこにいたからその経験をしたそこにいなかったらその経験しなかったんですその小学校にいたからその中学校にいたからその経験をしその親が毎日そう言ってたからそれを正しいと思ってるってただそれだけなんですねその証拠に ショじゃないですけどね、スーパーサイヤ人ってドラマボールでいるじゃないですか、戦闘民族とか言ってね。で彼らはなんかそのどか別の星に行ってその星を滅ぼすために戦うことが正義であり、ずっとそればっかりやってるわけですよ。そしたら彼らはその他民族を殺すことが正義であり、それをやらないことは恥ずかしいことであるという信念を思い込みをずっと持ってるわけですね。あのだかららそれをやらないと えー、気持ち悪いわけです逆にあの殺したらき気持ち悪いって我々は思ってるわけですね。人に迷惑をかけたらいけないことだ、いけないことっていうのをや,やると、自分気持ち悪くなる状態が下がりますので、つまりあなたの思い込みによってすべてが何が気持ちよくて何が気持ち悪いのかっていうのは全部決まってるんです。で、いやいやいや、息止めたら苦しいでしょ、それは私の思い込みなんですかそうです それがあなたの DNA によってすでに仕込まれている神経細胞の投射ですよね。そうです。記憶とは一体何か正確に言います。脳内の投射関係です。息を止めたら苦しくなるっていうのは血中酸素濃度が一定以下に低下すると苦しくなるわけですね。あの血液中の酸素濃度が低下しましたよっていうのを感じる細胞があって、それが脳に入った。じゃあどうやって入ったんですか神経細胞がそうやってつながってるから入ったんですよ。そそこに神経とかそれを お腹が空いたのも同じですよ、血中糖濃度が一定を下がったっていう、それお腹が空いてますよって言ってあので、それは神経細胞のつながりですよね、つまり神経細胞のつながりの記憶なんです、私たちが生まれる前から持っていた、でそういう風な神経投射に強制的になってしまう、まれにならない人いるんですよ、まれに痛みを感じない人とかっていうのもいるわけです。 ただそういう人っていうのは痛み感じないと、おいお前、足が大変なことになってるぞ。ど、ええー、どうしたのうおってね、もう複雑骨折してたりするけど気づかないみたいなね。で、こう、びっくり引きながら歩いて,て、見て初めて気づくみたいな、そういう人、これ、痛みを感じない人、そうなっちゃうわけです。じゃあ、そういう人、生き残れますか生き残れないんですよね。病気になったり、怪我したりして死んじゃうわけですね。だから、例えば、息を止めて、我々が苦しい、うん、苦しい、はあってなるじゃないですか。あの時に気持ちいいと思う脳を持ってるを。 気持ちいいと思う脳みそを持っている人もい,るいてもおかしくないわけです。ただ、そういう人はどうなりますかわ気持ちいいなってそのまま死んでしまうわけですね。つまり、その人の子孫は残らない、DNA に残らないわけです。そういうことによってお腹が空いたり、ね、排便しないと、排便止めてたらめっちゃ苦しいですよね。うわあってねあ、あの苦しさも、あの苦しさがなかったら、腸内爆発して、ね、死んじゃうのかちょっと分かんないですけど、その毒素がたまって死んじゃうわけですよ。要は、自分が死んじゃう系のやつっていうのは、 そういう人の資産が残らないという形で神経細胞にとか DNA にこう組み込まれてきたわけですよね。それも記憶なんです。だって神経細胞でしょということは先祖の記憶、生前の生まれる前の記憶って言って正しいわけです。ね、よくねあの、生まれる前の記憶って言うとね、なんかあの私は武士でしたとかね、私は鎌倉じゃなくて、私はね、あれ信じてないです。 <laughs> あのまあ、そ,れそう思うのは自由ですよ、それとか見えたりするのはあるかもしれません、なぜならば、その人が見えたと思ったら見え、見えたというところに電気が流れたら、その人にとっては見えたということなので、それあの見えたのは否定しません、ただ見えたからといって、その前世が武士だったのかとかね、分からないです。ね、あのその辺の辺農民である可能性が一番高いいと思いますしその 私の説明から言えば、時間の量は、意識がそこに行ったら誰でも全員自分なので、あの全員自分だと言ってもいいわけです。その,その虫に、ね、意識が宿れば、虫も自分だと言ってもいいかもしれないですね、結局、どこに、どの脳、電気が流れるところに自分の意識が入ったのかとするのかっていう問題で、ちょっとね、横道それますけれども、私は寝るのと死ぬのは、違いは1つだけだと思っています。寝るのと死ぬのの違いは1つ。 それは一体何か記憶が継承されるか継承されないかです。ね、寝ました。そのまままた昨日の自分に意識が入れば、まあ、昨日の自分、時間遡ってるけれども、昨日の自分なんでその次の日の記憶はないっていうだけですね。で、<laughs> まあ一応その次の日にね、今日寝ました、また次の日の朝起きましたっていうのはその記憶が継承されてますよね。これが、あのーまあ、寝たたと起きたの あれだってそのままああ脳がぐちゃぐちゃになったらその人の次の記憶っていうのもないわけですよ。だからそれは死んだと。そだからあの毎日起きてはその全員いろんなところに意識が入ってるかもしれないですしもうその死んでるかもしれないしだから毎日ね寝るときにこうやっぱ感謝すればいいと思いますよ。まあ、これはね本人の自由なんでねあのそういうふうに考えると結構ね一日一日全力で生きるんですよね人間って不思議なもんで。 だだから全集中してください。ちょっとね、余談にあの横道されましたけど、結論言います。この世での成果は、あなたが今どこにいるか、つまり環境に支配されています。おめでとうございます。だから、あなたの価値観は、あなたの価値観じゃないんです。そうです。あなたの周りにいる100人くらいの知り合いとか友達とか先生とかあのお父さんとかお母さんとか子どもとかの価値観の平均値があなたになってるだけです。あなたの価値観。 だって、ここにいなかったら、この話聞こえないでしょ。で、ここにいたら、今の自分の脳みそで、それぞれの人が、へえ、そうなんだって思う。価値観の変更が行われる。それ、なんですか、ここにいたからです。テレビの前にいたら、コカ・コーラの CM が流れてきて、怒るの見てんなってね、ね今日もね、私、マクドナルド行って飲みましたけどね、コーラ。別にコーラ飲むなって言ってるわけじゃないですよ。要は、どこにいるかでそうなるっていうのも、半自動的に決まってるんですよ。だって、今この脳を持って、この話を聞いたら、こう思うっていうのも、そうなりますよね。 だってそこに電気が流れるんですから。はい。ということでね、まあ今日は、あのーまあ、そこねうーん、難しい話は置いといてあの、ね、今日でちょっと面白い話を、えー、したいと思います。これね、人間の成長のフェーズっていうのがあるんですけど、これあの、深く学んだ人はこれ学びますけど、大抵の人はあのー、この話を聞いたことがないと思うので、あのー、ちょっとね、 え説明しますけれども、人間というのは、おにゃーって生まれて、あのー、これね、人間は非等的な存在だと言われるんですけど、非等的というのは、非ていうのは,っていうのはあの被告人の非ですね。で、等というのは投げる、つまり、この世の中に何か分からないものから、ボーンって投げ込まれた、そのボーンって投げ込まれて、おにゃーって,言って生まれてきたのが、これがこの世に投げ込まれた存在、非等的な存在っていうふうに言われてるんですけど、その投げ込まれて、赤ちゃんでおぎゃーって分からないやってる時は、 ワンネスだったんんですよ。お母さんとの区別もない。そこから分離が始まってそして人間の成長の段階は必ずこうなってます。ここにね、依存、自立、相互依存っていうふうに、ね、矢印が書いてありますけれども、依存、つまり子供っていうのは完全に親にこう依存してるわけですね。こうしなさい、ああしなさい、ご飯が与えられて。で、これ,これは別にあの人生の中でのやつもありまして、例えば、 新しく入った職場では依存とかねあるんですよ。でもその職場でだんだん慣れてきたら自立していくわけですね。もう最初先輩教えてください教えてください分かんないですあ分かりましたできましたできましただんだんできるようになってきました先輩のやり方おかしいんじゃないんですかこれが自立ですね。<laughs> あので自立すると自分のやり方を試したくなるし依存の人は何か失敗したり悲しいことがあったりすると被害者意識を持ってるので。 これはあの人が教えてくれなかったからじゃん、これ私のせいじゃないじゃん、社長のせいじゃん、これ社会の仕組みのせいじゃん、この法律がこうなってるのにこうな、この会社がこうなってるからおかしいんでしょって、全部他人のせいにします。つまり、主語があなたになるんですね。あなたのせいで、こんな風になった。ね、で、あのー、その段階の人を依存って言います。で、自立に来ると、これだん、だいたいね、もう仕組み分かってできるようになって、私にやらせてちょうだい、命令しないでちょうだいみたいなね。 いや俺の言った通り、やればいいんだよ、ね。これが自立の段階です。でその人は、主語が大体私なので、今度は、ね、加害者意識になっちゃうんですね。まあ、ど,どういうことかっていうと、うわ、あの部下に失敗させたのは俺のせいだなとかね、うわ、俺が、俺が本当はできるのに思い通りできなくて、指示が足りなくて、時間が足りなくてね、俺のせいであ失敗しましたって、これ、加害者意識ですよね。で、主語が私になるわけです。でも、あなたでも私でもこれ分離してるの分かりますか分離してるんですよ。 つまり相手のことを自分だって思ってて思ないんですね相手のことを自分だと思い出した段階が、この相互依存なんです。で、まあ、これ、詳しく話さないですけど、この自立から相互依存に行く段階の時に深い谷があって、大体ね、そこで、まあ、要は人生の最大のイベント級の苦しみがあります、その離婚だったり、大失敗だったり、そのビジネスのパートナーとの決別とかね、大損害とか、そういうのがあって、その谷を越えたところに、越えないでここで人生終わっていっちゃう人がほとんどです。 ただ、超えられた人は相互依存、つまり私たちっていうことに主語がなっていきます。だから私って言わなくなるんですね。だから妻も私も同じ人間だ。まずはそこからです。で、一番最初に愛情を感じやすい子供がこれは私なんだって言ってあの、自分が思っていることをさせようと思って、もうその依存の子供がもが強制的に操り人形になってってね、不幸な結果になってしまって、これ私たちって思ってないですよね。自自分分のの代わりに自分のできなかった夢を 実施させようとしてるっていう完全にもう私の操り人形の他人のあなたになってますよねもしそれが自分だったらよしお前一人で生きていける力を与えるそこまでは私がねやってやるけれどもあとは自分の人生で判断していけとそして過ちを繰り返して私のようにいや私を超えて社会に貢献する私たちに 幸せを与える人間になってくれっていうね。このような考え方になってきますね。で、それができたのが、その松下幸之助とか稲森さんとかあのー、まあ、ブッダとか要は私たちになったわけです。で、そこからね。まあ、次のフェーズもあるんですけど、そっちはね。あのー、話しません。あのなんかちょっと、ね、スピリチュアルになっていくんでで、あのー、まあ、そういうことね。えー、まあ、手がかりはその依存の段階の人は理解とかね。需要とか許しっていうのをしていくと次のフェーズに進めますし、自立の段階の人は？ 手放す、まあね、今自分が握りしめているこの価値観ひょっとしていらないんじゃないのか、まあ、つまり何々すべきっていうものがある限り自由になれないんですねあのだから何々すべきっていうのを一度手放して、えーまあそうなんですねとあなたはそう思ってるんですねそれがあなたの宇宙なんですねあなたの考えなんですねっていうふうにやっていくそして信頼する信頼っていうのはもうだから信用と信頼は違いますよねもう手放しにその人にやらしてみて ああなななるるほどそそういうい結果なのなっててて受け入れてあげるってことですそしてコミットメントコミットトメントっていうのはね多くの人が実は使い方間違えてるんですけどコミットメントの語源は自分の身をもうあの差し出すっていう意味なんですよ。<laughs> つまり生贄にえになるっていうのがあのコミットメントの語源なんですね。なあよくあの結果にコミットするとかって言ってますけど結果にコミットするっていうのはもうそこに投げ出してなるようになれ っていうところに自分の心を持ってってそこに身を投げ出したわけですから必ずそうなるってことなんです。もっと正確に言うとサレンダーっていうふうにね言われますけどサレンダーってあの降伏するとか奴隷になるとか服従するとかそういう意味でなんかネガティブな印象があるんですけどこれね神様に対してサレンダーするってことは身を投げ出すもう任せる。 神様は最高のものを順番に並べてくれるんだからその通りやるんだな、私はっていうね、ただこの4手に生まれて、神の意思に基づいて動いているような状態になるっていうのがコミットメント。だコミットメントしちゃった人っていうのは、それがもう自動的に達成されるわけです。そこに苦労とか、あのなんかこう、頑張れ頑張れとかっていうのはないわけです。そこそこうなっていくと、えー 私たたちっていう考え方にたどり着きやすくなるんです、ねまあ、ここはねまた専門の授業がありますんであ,のあんま説明しませんけれども、まあ、とにかくその総合依存に行くところにこれをやるための試練がいっぱい来ますコミットメントをするための試練がいっぱい来ます配偶者とのね決別とかあのそういうのがありますでそれを私たちになった時に初めて乗り越えられますで乗り越えたら次にねここからリーダーシップとかビジョンとかねマスタリーとかっていうのがキーワードになって、えー、ちょっとね まあスピリチュアルな世界になってきますけど、はっきり言ってマザー・テレサとかはここの先、ね、キリストとか、ああいう方々はもうこの先に行ってもやっていますと、でね、これがね、ここからが面白いんですけれども、この整えるものがこの、まずね、この依存の段階の人は、この行動態度を整える、つまり行動態度を管理下に置く、整えるっていうのは、自らの意思の管理下に置く、つまり自分がこうしようと思ったらそうなるってことですね。 自分の行動すらその通りにならない人っていうのは、あの当然、依存ですよね。あの要は、やれって言われたこともできないし、その態度も、むしろ、ね、あなたね、お客さんの前ではせめて笑顔になろうよ、えー、ならません、えー、お客さんになれませんとかって言ってる人は、これはもう、あもうお前使い物にならんなって言って、もういいから、言われた通りにやっとけみたいなになるわけです。なんでそんなことやってるのかってところはね、自立したいんだけれども依存、自分の心が依存だからですよね。 依存というののは人のせいいにしてるわけですでいざ何でもかんでも自分のせいだと思えるようになってもよしこれは自分の問題だから我慢我慢って言って我慢して感情がコントロールできるようにで次はな,なるわけですで自立の段階の人は整える要はなんか怒っちゃうわけですよ、まあ、また怒っちゃったとかまたなりたくない感情になっちゃったいやここは悲しみたくないんだけど悲しんでしまったとかですね 違うんです。悲しみたいときに悲しむことができる、怒りたいときに怒ることができるんで、怒りたくないと思ったから怒らない、これが自分の感情が管理下に置かれてるっていう状態ですね。これを整えていくと、その手放したり、信頼だったり、コミットメントっていうのができるようになっていくわけです。つまり整えていくものが、行動、感情、そしてね、まあ、最後こ、こその説明しませんけど、総合依存になるためには、 この思い込みが管理下に、つまり自分がなぜそう思ってしまうのか、自分の脳の中の構造がどうなっているのかを管理下に置いていく状態、これってできるんですかってね、これね、あのその自分のリミッティングビリーフとかあのエンパーリングビリーフっていうのを整えていくっていう作業になるんですけど、これができるようになると、そうか、自分がここでっ怒ってしまったのは、ね、私も当然まだ怒ってしまうことがあるわけですね。で <laughs> <laughs> 怒ってしまったのは私がこういう思い込み信念を持っているからなんだ例えばねあの時間に遅れてきた人をなんであいつ時間に遅れてきてんだよチキって来、ね、ってあ怒って倒れたと思ったらなんで怒ったのかなそうだ時間は守らないといけないものだという信念を自分が持っていてその信念にそぐわないこの世を今認めたのでそれに対して怒ってしまったんだなっていうのが分かるようになるわけです。そそしたらその時に あの時間遅れたらいけないという信念を完全に捨ててしまうともうか、ね、この社会で生きていくのがなかなか困難になるんですけれども違う信念をインストールしたり今日はいいやとかあこの人の成長のために必要な行為だったんだということに自分の信念思い込みが集中フォーカスするとあ遅れてきたのねうん分かったもうこの事実は変わらないのであのじゃあこの人に何ていうのが一番いいのかなとか。 自分の立場、神様は自分に何をしろと言ってるのかなっていう観点からやるといや怒ってませんよね。ただ事実に対応している。それに自分の,あの感情はコン,コントロールされた上に自分の思い込みすらもあの制御することによってもともと思わない。つまり、なりたい自分になるための行動を支配しているのは行動でしたねその。その行動を支配しているのは感情でしたね。感情を支配しているのは信念、思い込み、脳の構造でしたね。そして この順番に整えていくことによって、どんどんこの正常のフェーズが進んでいくっていう、この対応が重要なんです。ちなみに最後、ね、環境っていうのはありましたけど、ね、最後、環境ですよね、整えるもの。要は自分の周りの環境をどんどん整えていくことによって、そういう仲間と世界に近づいていくわけです。だから試合関係この思い込み の、えー、この今どこにいるのかっていうのがこの最後の環境、まあ、ちなみにここ説明しませんでしたけどあの、相互依存の次はね、霊的依存っていうのがあるんですね。もうその神の意志と一体化するって、このワンネスの一歩手前みたいなやつですね。はい、で、ここでは障害となるのは神との戦いとかってあるんですけど、要はあのこの歴史とかそういったものの大きな流れっていうものに関係していくわけです。そしてワンネスへ向かっていくということですね。で、この環境っていうのは自分以外の何かを整えていくってことです、この世界。 だからもう完全にもう私たちを超えてるわけですね。もう人類みたいになってるわけです。そうです。だから私は人類の自由と繁栄を実現する男、令和の坂本龍馬、沢重みと名乗っているわけです。はい。ねこう今日はこの話がしたかったので、えー、最後にですね、この凡人の掟きてっていう話をねし、したいと思いますけれども、ね、実はね、これ、あの凡人の掟きてっていうのがあって、 なんかね、これ、私もそうなんですけど、すごい人にすみません、コツ教えてくださいとかって、ね、言いに行くわけです。で、コツをね,こうね、俺が人生50年かけて体得したコツを一言でこいつは聞いてるのかって、まずその時点でね、ちょっとね、あのどうしようもねやつだなって思われるかもしれないですけど、それでもね、アグレッシブに聞くわけです。そしたら、分かったって言って、その人が本当に重要だと思ってることを、うん、例えば2、3個と教えてもらったとします。 あなるほどそうなんですねそれはそうなんですけどそれってあなただからできたんですよねもっと簡単に私でもできるコツを教えてくださいみたいな「<laughs> おい!」って「お前これがこれこそが煮詰められたエッセンスなんだよと」とそこで「それはあなただからできたんですよね」ってそれやることもなく、ね、私には無理だという価値観でそういうふうなものをまず疑って何で疑ってるんですかそうです 自分が持ってる今の自分の価値観を信じてるからそれはできないよねとかそ,うそれはちょっと違うんじゃないんですかとかってねもう上から目線で言うわけですよっていうのがねあの偉い人たちの本を読んでいくとあの <laughs> 凡人はこういうものだっていう、まあ、要は言ってもやらないし、まあ、やったとしてもその行動を1回で終わってしまうのでそこまでねやり続けないわけです。つまり今のそのそ すごい方に質問したにもかかわらずそのすごい人の価値観を否定して自分の価値観で生きていくっていうのはこれやらないってことですよね。これが凡人の掟てだと言われてる話を聞きましてまあ確かになとねあの私もそうならないようにかといってね 自分の時間は有限ですので言われたこと全部やってたら、ね、あっという間に足りなくなりますので何に傾聴をつけるのかもこれも自分の価値観なんです。だからすでに自分のなりたい自分を達成した人がどういう優先順位をつけていたのかっていうのを学ぶわけです。そのために聞くわけです。そしてそれをやるわけです。やってみて初めて血肉になる。聞いただけではだめなんです。自分のものにして血肉にしてください。ありがとうございます。っていうことを。 いましたそのためのヒントになるのが AT フィールドを超える。まあ、AT フィールドっていうのはあのエヴァンゲリオンでねありますね、ゴーってなんかあのこじ開けてるあの壁バリアみたいなやつ。あれが AT フィールドですけれども、あれはアブソルトテラフィールドのことで、要は、ね、あの別の言葉で言うと、例えば安全領域とかね、ね他のセミナーとかでは枠越えとか冒険とかって、ね、呼んだりしてますけど、要は自分が持っている価値観の外側が AT フィールドであり、安全領域の外側であり、枠を超えたということでありね。 自分の持ってるこの価値観、これは正しい、これは危ない、これはっていうところって、たまたまそういう経験をしたから今そうなってるんですよ。初めて告白した女性に振られたからあの異性に臆病になってるんですよ。ね、たまたまあの告白した人にいいよって言われたら、もう、ね、その人どうなってると思います俺って誰に告白しても OK ってもらえる男なんだぜとかってなってるわけです、そういう人っていうのは。大体ね それは最初の人間というのは恐ろしく学習能力が高いのであの人間というのは恐ろしく学習能力が高いのであのいたった1回成功したり、ね、あのしただけでもうそれを一生続けていってしまうわけですね,あねたった1回経験しただけであのもうその1回か2回ですねこれが真実だというふうに信じてしまうわけです じゃないと、いや、これはね、100回やって99回成功しないとあの、これは信じられないなとかって言ってね、あのすごい学習が遅いので、なので、最初にどうなるのかっていうのは、すごい重要なわけです。じゃあ、今からですね、このワークやりたい方は、ぜひやってみてください。なりたい自分をイメージする、イメージしてみましょう。はい。そのなりたい自分、なんとなくイメージできましたか このイメージはいつも毎回変わってもいいです。その代わり、どんどんそれをイメージする脳みそを作っていってください。なぜならば似たようなことが起きたときに、そこに電流が流れる自分、そういう脳を持っていく自分になっていくからです。なっていくと何が起こりますかそうです。関係することが起きたときに、そこに結びついて、そうなる道筋が見える、そうなることが可能になる可能性に気づく。これが 今までチャンスだと気づかなかったことにチャンスだと気づける自分になっていくわけです。これが引き寄せの法則の脳内のメカニズムです。最後に1人だけ感想を聞きたいと思います。はい、感想を言ってくださる方、どうぞはい、じゃあね、は、え、な、ー、さん、お願いします。き、はいえー、今日もいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。 あのー、そうですね、やっぱりこの、まあ、最後の方は言ってましたけど、まあ、おさらいでもありましたけど自分の環境をどうコントロールして、思い込みをコントロールしていくかっていうところを常に意識していくと、この何ですかね自分が楽しみながらなりたい自分になっていけるっていうのがまあやっぱりそこが自分があの澤さんから学びたいコツだし、あっ そういうところに、おのずとそういうところに進んでいく、あのそういう環境に自ら進んでいく行動していくっていうことが、一番自分がなりたい自分になる近道だなってすごくよくわかります。行動してきてますんで、またよろしくお願いします。いやー素晴らしい感想ですね。ありがとうございます。まあこういう場でね、あのいち早く手を挙げてね発表するっていうのはやっぱり勇気がいることですね。皆さん大きな拍手を。ありがとうございます。 はい、それでは3回に、ね、分けてあの、だんだん理解を進めていった、なりたい自分になる、このセミナー、その1からその3まで、ね、楽しんでいただけたでしょうか。それでは、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。最後にですね、私のえ鬼まぶしチャンネルとかですね、あのサワーしげみってひらがなでえインターネットで検索していただくと、え私の Facebook とかですね、出てきますので、ぜひまだ、オープンチャットに。 えー、登録してない方はこれ最新情報がですねあの出てたりあの、私、映画プロデューサーとかもやってますけど、そっちの,、ね、あの情報とか、あのエキストラの情報とかもね来るかもしれないので、ぜひ楽しみに登録してください。それではね、皆さんどうもありがとうございました。また次の、ね、機会があれば、ぜひよろしくお願いします。それではババイバーイありがとうございました